宿公は、戦国時代の朝の君主。名子。聖功の子。子に、ブ礼王。父により、大使に建てられた。紀元前350年、聖功が死去すると、公子説と皇位を争い、即位した。公子説は、敗れて官に亡命した。紀元前349年、新君の居城の端子を奪い、新君を田室止めに移した。 紀元前348年、祝公は義の慶王と影審で会合した。紀元前347年、公主藩が反乱を起こし、簡単を襲撃したが、敗死した。紀元前346年、祝公は周の慶王に朝見した。紀元前344年、軍を派遣して、姓を攻撃し、皇頭を攻め落とした。紀元前343年、 蝶の公私国が義の首書きを攻撃した。紀元前339年、義を攻撃した。紀元前335年、ことぶきを建てた。紀元前334年、宿子は大量に遊んで、六門に出た。大土の絵馬が馬を掴んで宿子をいさめた。紀元前333年、軍を派遣して義の木を包囲したが、落とせなかった。 頂上を築いた。紀元前332年、再度義の攻撃を受けた。長軍が黄河を決壊させて両軍に注がせると、正、義の軍は撤退した。紀元前328年、長傷が真と戦って敗れ、火星で殺害された。旗は長の居取籍を奪った。紀元前326年、祝公は死去した。在位24年、ありがとうございます。